はい、ということで今回の動画は遅刻寸前で家を出てきたケベの一日密着ということで今回大阪に行ってきます。まあ大阪で友達と合流して編集したりちょっと撮影したりしていこうかなということで、ってことで合流しました。今回来た友達がこの人です。どうも、オオカミです。まあオオカミ略して俺のパクリ大魔王ということで、こいつデデ大魔王を使ってるから、いつもほんまにね、俺のことをパクってパクってのし上がってきたと言っても過言ではないけど、パクった割には全く稼げてないっていうね。ということでまずは2人で編集していきます。ちょっと編集が終わって外出てきました。これが皆さん見てください、梅田です。こういうのな、俺 TikTok でめっちゃ見るの好きで、こういう格好で梅田とか未来とかって言ってな、出てくるよな。チリ系 TikTok か、謎のチリ系っていうあの分野で、次は大阪 The next stop is 大阪って言ってな、笑ってる場合ちゃうぞ。ルッ、あ、これも左手にルチルあるんやけど、左手の握力と右手の握力どっちが強いかちょっとやらしてほしい。ルチルつけてるからこっちの方が強いと思う。で次右手どっちの方が強い？どっちか抜いて、やっぱルチルこれつけてる方が強い。やっぱそうか。はい、ということでケベの Vlog チャンネルへようこそ。せーで聞いた。ということで江坂駅というところに来ました。あ、これやろ。せーの、はい、江坂駅に来ました。来た、9万人や。なんでここに来たかっていうと、近未来のスシローがあるらしくて、そこでちょっとご飯食べたいなという。なるほどね。なんや、車は来とったな。そう、お気遣いありがとう。そうです、俺もちゃんと目あるから。俺2つ持ってんね。これ一つ。一つ。マイクはそう好きやん。ってことで着きました。皆さんにお見せします。ドン。いやこれやばない。手出してこうやって。手がこの大きさで、画面この大きさや。狼のさ、部屋ぐらいの大きさあるんじゃない。このちっちゃい。だってここで注文するってことやろ、タッチパネルで。全国の寿司ローこれにした方が儲かるで。ってことで結構食べ進めて、5缶だけ食べて、あと頼んだのはこのミルクレープ。どこ写してんの。5缶食べて、ミル笑ってんちゃうぞ。はい、ということで寿司ローを食べて梅田に持ってきました。こんにちは。今から、飯も食ったし編集もしたし、はいはい、何をするかというと編集です。はい、お、めっちゃいい匂いですよ。めっちゃいい。クレープ編集、寿司ローからの編集。寿司ローをオセロで挟んだみたいになってますか。寿司ローも編集ってこと。じゃあ編集しに行きます。どうぞフリーハグちゃん。お前フリーハグ、ハグ文化って感じ。フリーハグちょっとしたいな。さっきオオカミフリーハグやってるって言って、出演していただけるってこと。 YouTuber とか TikToker の方かなと思ったら、まさかの趣味でやられてるってことで。趣味でフリーハグですか。趣味です。どこ、大分から来られてる。大分です。別府温泉。はい。え、お二人ともですか。京都から。京都から。うん。どういうつながりなんですか。広島で150人でキャンプフェスで、150人でキャンプフェス。今日友達でイベントがあって、それでフリーハグ。はい、全然繋がらない。キャンプだけで。キャンプのやつ仲良くなって。なるほど。私が一緒にやりたい。じゃあ3人でハグしましょう。はい。3人ハグ。頑張りください。ありがとうございます。応援します。ありがとうございます。ありがとう。はい。編集が終わりまして、今からついに映画見に行きます。ずっと楽しみにしてた映画、名前は知りません。ちょっと知らんのかい。嘘やろ。ずっと今日一日言うてたやん。何だっけ。ミッシング。ミッシーちゃうわ。ミッシーちゃう。その映画楽しみにしてたんで見に行って、まあこれもう映画見終わった後、多分僕らも号泣してるんでね、多分泣ける動画らしい。確かに泣けるっつってたもんな。見に行ってきます。映画見終わったんですけど、感想を撮るの忘れてました。まあでもめちゃくちゃなんかジーンと心に来る、なんか考えさせられるような映画でした。で、ちなみに狼はもう二度と見たくないって言ってました。